usual. We are today at the Mustard Hotel at Shimokitazawa, and we've got a little bit of a twist from the usual record store that we have shown you in the past. Today with me, we have Yoshida-san, who is the manager at Mustard Hotel. Yay! Yoshida-san, could you first start off by giving us a bit of a self-introduction?マスタードホテル下北沢でプロモーションだったりブランディングに関わることを担当している吉田と申します。 I understand that the Mustard Hotel is a bit different from normal hotel. Can you tell us a bit more about that? そうですね、全客室にレコードプレイヤーを設置していて、今こちらにもあるようにこれが300枚ぐらいレコードがあって、ジャジースポートというレコードショップがセレクトしているものなんですけど、それを宿泊の方はフリーでレンタルができて、お部屋で楽しむことができます。Right, so if you stay at this hotel, is there a limit to how many records you can borrow? 今日一度に3枚までのレコード。3 at a time. And is that per day or just your whole stay? Whole stay. The whole stay. Awesome. And what kind of records? そうですね、本当に幅広くセレクトをしていて、ソウルだったりファンク、ジャズみたいなところを中心に、今ここ日本のアーティストだったり、ジャジースポートがレーベルもやっていたりするので、そのレーベルに所属しているアーティストのところもあったりします。 So each room has a turntable that everyone can use? そうですね、なのでもう本当にテレビがないお部屋もあったりするんですが、レコードプレイヤーを専用にあったりします。 What percentage of your customers would you say usually borrow these records to listen to at their rooms?そうですね、フロントにこのレコード棚があったりするので、宿泊の方の 60% から 70% の方はご利用いただいているのかな。Decided to put turntables inside the hotel. マスタードホテルのコンセプトに街の隠し味っていうところがありまして、やっぱり下北沢は古いもの、古着だったりレコードだったりっていうお店がすごくいっぱいあるので、下北沢で買ったものを楽しめるホテルにするためにはどうするかっていう時をことを考えた時に、やっぱりレコードプレイヤーっていうものはあった方がいいよねっていうことでスタートさせていただいた。And what kind of feedback have you gotten from your customers regarding having turntables and records in their rooms? そうですね、やっぱりレコードに普段から慣れ親しんでる方はもちろんなんですけど、なかなか自分でレコードを始めるって結構ハードルが高かったり大変なことだったりするんですけど、ホテルに泊まることでそれも体験できるっていうので、レコードを始めるきっかけになったりみたいな声はいただいたりしてますね。Right. So what percentage of your customers would you say are beginners versus people who...Already have it as a hobby. そうですね、利用していただいている方の 60% ぐらいは多分まだ触ったことない初めての人だと思います。 So do you think maybe they went home and developed a new interest in records? おそらくそうだと思います。で、マスタードホテルがコラボレーションしたレコードプレイヤーとかも販売してたりとかしたので、それを買っていただくみたいな形もあったりするんですね。 I see. So you're selling turntables? そうです。 And is this one of the turntable?これとはまた別タイプなんですけど、トランク型 のスピーカー内蔵型のものを販売してました。I see. Can we have a look at that one as well? そうですね。ちょっともう今売り切れ状態なんですけど、oh, wow. サンプルがあるので、そちらもお見せすることは可能です。Is there like a waiting list for people to buy it? そうですね。ただもう生産元がちょっと生産をしなくなってしまったので、今はちょっと販売をストップしてる感じになります。I see.Do you have plans to start selling them again? そうですね、やっぱりこのレコードのこの置くところの盤面っていうのは結構デザイン性が大きくできる部分ではあるので、そういったところでそのレコードプレイヤーをちょっと作っていくみたいな考え方ももちろんあります。 Wow, so cool! Is there anything that the Mustard Hotel Shimokitazawa is involved with that you would like to tell the customers about?そうですね、やっぱり街を楽しんでほしいっていうのが前提にあるので、お部屋に使っているそのルームキーを提携している店舗で見せるとちょっとディスカウントが効いたりだとか、すぐ隣にライブハウスというかエンターテインメントスペースも運営していたりするので、そこでやるイベントは定期的に参加ができたりっていうところはやっていたりしますね。 Right, and what kind of lighthouse is it? そうですね、もう本当に音響が入っていて照明が入っていて、割とブランクに近いようなデザインになってるんですけ
けど、まあ、そこでダンスのショーケースをやったり、ライブパフォーマンスだったり、DJ が入っていたりっていう、なんかまあ多目的な、いろんなことができるようなスペースになっています。Does it have like a variety of genres, or does it focus on a particular genre?結構それも幅広いですね。日本の若いアーティストが作っていたりだとか、まあ、もちろんあの海外からあのアーティストを招致してっていうことも今後考えているような感じになります。What percentage of your customers that stay at the hotel would you say are foreigners? 70% を超えるお客様が一応あの海外から来ていただいているお客様ですね。70%? And which country would you say is like the top number of?そうですね。それでいうと、まあ、欧米圏の、まあ、アメリカを中心としたお客様が結構多くいらっしゃっているような感じになります。Do the hotel staff at the front counter speak like other languages other than Japanese? そうですね。まあ、英語を喋れるスタッフがもちろんいたりだとか、あとは、まあ、あの中国語、あの台湾のスタッフがいたりだとか、まあ、もちろんレベルはあの様々あるんですけど、まあ、お客様とコミュニケーションを取るっていうところでは問題なく、あの喋るような形になってます。So even if they can't speak any Japanese, they should have no problem staying here. そうですね、はい。So there's Mustard Hotel Shimokitazawa and Mustard Hotel Shibuya. Is there any difference between the two hotels? そこですね、まあ、内装も全然やっぱり違うのももちろんありますし、その街の隠し味ってところがコンセプトになってるので、渋谷と Shimokitazawa でこう街の色が全然違うように、まあ、サービスの内容もレコードプレイヤーが中に入っていたりみたいなところは結構違うポイントになってますね。Right. So,Mustard Hotel Shibuya also has the record service? がないんですよ。渋谷に関してはなくて、right. 逆にでもその渋谷はあのクラブとかがすごく充実している街になるので、mm-hmm. 先ほどのルームキーのサービスがそのクラブのエントランスがフリーになったりっていうサービスになります。I see. So you mentioned that、if we bring the key to certain places, we can get a discount.、Mm-hmm. Can you give us an idea of like what types of shops or...そうですね、あの下北沢にあるあのカウンタークラブっていう DJ バーのエントランスはフリーになったり、フリーそうなんですよ、エントランスがフリーになったり、あとこの2軒先にあのリロードっていう商業施設が入っていて、そこの店舗は結構かなり多く提供してるんですけど、例えばまあカレー屋さんに行ったら大盛りが無料になったり、トッピングがちょっと無料になったりっていうようなサービスが出ていたりします。When I was looking for the Mustard Hotel today, I was really confused because I arrived andIt was just a very popular looking cafe, so can be a little bit confusing. Will people get a discount if they show their key at the cafe? 今後導入していくよ。 Okay, we'll be looking forward to that. So who's in charge of getting the records and where do they get it from? そうですね、もともとここの開業をする時の担当者が、まあ、あのジャジスポートとつながりがあって、下北沢にもあるジャジスポートというレコード屋さんから購入しているような感じです。ジャジスポーツ。And what's their connection between that record store? そこですね、まあ、元々なんかイベントとかをやっていたようなあのしたつながりで、で、まあ、あの下北沢にホテルを建てるっていうところで、なんかまあ、あのユニークなポイントを作るっていうなった時に、まあ、やっぱり全部屋にレコードプレイヤーがあるっていうのはかなりあのお客さんにも喜んでもらえるんじゃないかっていう、で、まあ、実際に店舗も下北沢にあるんで、その街のレコード屋さんがあの選んだレコードをお部屋でも聴けるっていうのはすごくいいサービスなんじゃないか。 Right. How far is the record store?歩いて、まあ、10分かからないぐらいですね。Very close. はい。Do people get a discount with the key? 今後。We're looking forward to that one. Okay, so this is like the most modern looking turntable I've ever seen. Can you tell me how to use it? はい。一応まずこちら、蓋が今してるんで、蓋を開けてもらって。Open this one. で、レコードの方を取り出していただいて。でこちらが一応全自動で針を落としてくれるようなレコードプレイヤーになっているので、はい、こちらもスタートボタンを押してください。 Okay, I don't need to touch that at all. はい。 Okay. Ooh. That button has like a very nostalgic sound. Can I turn the volume up a bit? Which one do I use? これがアンプで操作する。で、ボリュームのところこちらの。This one? はい。How may I want a peaceful path when the world is so peaceful? Peace lies not in the will of the present.
But in the man who walks Is there like a volume limit that they're allowed to play in the rooms? 特にホテル側からは言ってないんですけど、まあ、夜の時間帯はあの寝てる方もいるんで、ちょっとまあ静かにお楽しみくださいっていうことは言ってます。About like after what time do you want them to be more quiet? 11時過ぎ、夜の11時過ぎぐらいですかね。Oh, quite late. そうです。We have a mystery box here. 吉田さん、can you tell us about this very fancy looking box we have?これが一応レコードプレイヤーになっていて、で盤面のところがあのマスタードカスタードで作っていただいたオリジナルのものになります。Can you recommend? Can I take it? Ooh, fancy! And this is the turntable that you normally sell? そうですね、はい。Are they all yellow or is there different colors?そうですね、この外側は黒と白の2色があるんですけど、ここの面に関してはマスタードの黄色を使っています。 Oh, right, of course, mustard. And how does it work? これ、It looks smaller, so does that mean I can't play the bigger records on this? あ、これはどのレコードも対応しているような形で。 Can I try putting one on? いや、もちろんです。 Do you have a recommended record that you might want to introduce? そうですね、おすすめでいくと、この辺が比較的新しいあのアーティストのものになるんですけど、うん、ジャジーズコートとも親交のある日本のラッパーのイスギ、これはすごくかっこいいバーになっているので、ぜひご覧ください。一応ギリギリこれが収まるようなサイズになります。And how does this one work? これが今ちょっと電源が入ってないんで動かないんですけど、動かすとするとロックをここで外してもらって、mm-hmm. 針を上げてもらって、mm-hmm. ここから針を落としてもらうような感じで動きます。 And where can the customers find the information on when you're selling it again? そうですね、インスタグラムで基本的には発信しているのと、今後あの EC もあのオンラインのショッピングも強化していく予定なので、そちらでチェックしていただきます。 Can I ask about how much that costs? こちらが一応税込みで19,800円で販売していたので、はい、19,800円。 That's so much cheaper than I expected. あ、そうですか。 Is that the normal price range for turntables? そうですね、まあ、ターンテーブルもピンキリなところではあるんですけど、比較的安価なものにはなります。これが音響っていうメーカーが作っていたものになっていて、音響自体があの日本のメーカーであるので、そちらで作っていた。Wow, that sounds like a really good buy. I kind of want one now. You guys should know. I'll keep an eye on the Instagram. Everyone keep an eye on it too. So when did you first start selling this one? これが一昨年の12月、2021年の12月に一応販売したもの。そうですね、一応ポップアップストア、マスタードホテルのポップアップストアをあの伊勢丹、新宿の伊勢丹のメンズ館の1階でやらせていただいたときに、これをあの制作させていただいて、そちらで初めて。そうですね、初回生産分に関してはその場で完売をして、追加で生産をして、分も、まあ、あの売れ行き好調でやっています。で、今はちょっと完売しています。そうですね、やっぱり伊勢丹もあの様々なお客様がいらっしゃるので、なんかまあプレゼント用にあのちょうどクリスマスの時期だったので、プレゼント用に買っていかれる方も結構多いです。 Right, so you also had really good timing. そうですね。 Is there any plans to release future models or will you just stick to this one? Can you tell me a bit more about that? そうですね、もちろんあのこのタイプも良かったりするんですけれども、あのこれがフィルムを一応あの貼ってあのカスタムしているような形になるので、様々なアーティストとコラボレーションをしたりするような形で、まあこの形なのか、まあ、新しい形に展開できればと思っています。 Is there any chance there will be non-mustard colors inside? もちろんです。その方も持ってたり、はい、purple, blue, or pink ですね。 I'll be waiting. 参考にさせてもらいます。 本当に買いたいです。 So that's it for today. If you have the chance, definitely come and stay at Mustard Hotel in Shimokitazawa. Mishida-san, do you have any final words you'd like to say to our viewers? Yep.
Music is the one of the greatest communication tool, and so please come and stay at the Maso Hotel and feel all that. Awesome. Thank you so much, Hoshida-san, for your time, and we'll be seeing you again soon. Thank you. Bye-bye.